こんにちは。スイス在住、元バックパッカーのベンネです。YouTube で在宅ワークのお話をさせていただくようになってから、結構いろいろなお問い合わせをいただくことが多くなってですね、最近 LINE アットからご連絡いただいた方の中で、お話しさせていただいた方の一人が、メルカリで出品したことがないっていうことだったので、一緒に利益を出してみましょうということで、初めて不用品をね、出品されたんですね。するとそれが一瞬で売れたんですよ。でそれが私もとても嬉しくてですね、今日はちょっとその原点に戻りたいなと思いまして、初心者向けにメルカリの出品のコツについて今日は動画を撮っていきたいと思います。必ず役に立つ商品を売るためのコツを3つ今日は紹介していきたいなと思いますので、これからメルカリで出品をしていく方、または今販売している方、ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、ではメルカリ出品のコツその1、写真を工夫する。メルカリは毎月の国内利用者が1350万人もいるというとても大きな市場なんですね。でもそれは思いがけないものでも売れてしまうっていうことと同時に、ライバルが多い市場でもあります。で購入者の立場からならたくさんの商品があって選べるっていうのはいいことなんですけれども、出品者の立場になると他の人よりも自分の商品をいかに目立たせるかということが大事になってくるんですね。でなので写真で商品が売れるか売れないかっていうのはもうそれで決まってしまうって言ってもいいぐらいなんですね。おしゃれな写真にしたり画像を加工して目立たせるっていうのはもう本当にいいことなんですけれども、今回は初心者が初めての出品をするっていうことで、誰にでもできる工夫っていうところからちょっとお伝えしていきたいなと思います。写真の撮り方のコツは、まず背景を無地にすることです。布団のシーツの上とかテーブルの上とかでも構わないんですけど、こう商品を手で持ち上げてカシャって撮るみたいな、そしたらもう背景が映ってしまいますよね。そういう写真はちょっと良くないかなっていうふうに思いますね。あと写真の数っていうのも多い方がいいです。いろいろな角度から撮りましょう。でカバンや箱状のものとかも開けたところ中もどんな風に見えますよっていうのもしっかり撮ってください。であと服の場合は形をこう整えてシワを伸ばして写真を撮るようにしてください。マネキンとかがあったらもうベストなんですけど、ちょっとそういうの難しいと思うので、床に置くにしても、例えばこう来た時に腰がヒュッとこう何て言うんですかね、細くなるような服だったとしたら、置いた状態でもその腰の部分をこう後ろにちょっと折り込んだりして、こんな感じで着れますよみたいな立体的な形をね、見せてあげるのもいいかなと思います。メルカリの販売のコツその2、送料は出品者持ち。少しでも販売価格が安い方がいいと思って販売価格を安くして送料は着払いにしている方結構いると思うんですけれども、これはとても残念なんですね。例えば同じ商品でも2000円で着払いで出している商品と3000円で送料込みで出している商品だったら、3000円で送料込みで売っている商品の方が10倍よく売れます。なので送料と手数料を利益に上乗せした形で送料込みで出品しましょう。はい、メルカリの販売のコツその3、商品説明は詳しく。でタイトルは簡潔に商品の名前やメーカー名を入れてください。そして商品説明はできるだけ詳しい方がいいです。状態やどれくらい使ったものなのか、色や形、素材などこれらをこう詳しく入れていくとですね、商品ページを見た人がより安心できるということだけではなく、キーワード検索をかけてくれた人が見てくれるっていう可能性もあるんですね。例えばですね、こちらの写真、チャンピオンの帽子なんですけれども、チャンピオン帽子っていうキーワードだけではなく、バケットハット、カジュアル、ベージュとかキャンプとかもいいかもしれないですよね。そういうようなキーワードをこう入れて検索してくれる人っていうのもいるわけですよ。でいろんな人の目に留まればそれだけ早く売れますので、いろいろなキーワードを商品説明の中に入れてください。大きなポイントを今回3つ挙げたんですけれども、もっと細かいことを言えば、夜18時から21時くらいの間っていうのは多くの人のメルカリを見ているので、その時間に出品すると新着商品として目に留まりやすいっていうことがあったりとか、あとは売れなくてもまた値下げすれば新着としてタイムラインに乗るので、それもね、早く売っていくコツの一つかなとか、細かいことはちょっといろいろあるんですけれども、本日は3つ大きなポイントを挙げさせていただきました。
私は物販で安定的に収入を得るようになり、こうして今スイスに移住して生活しているんですけれども、移住後も日本でこう自動化している物販のおかげで稼ぎ続けることができているんですね。物販というのは、初心者ならメルカリで不要品を売るところから、というふうに始めやすくてですね、かつ成長しやすいビジネスでもあります。私が今までやってきた物販についてや、それ以外の在宅ワークについても、引き続き YouTube で紹介していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また私の LINE アットではですね、在宅ワークに興味のある方に有益な情報をお送りしています。初心者でスキルがないっていう方でも稼げるお仕事だったりとか、初心者向けの物販など、これから仕事をしていきたい、在宅で働いていきたいという方に向けて、いろいろなアドバイスができたらいいなというふうに思っておりますので、当てはまる方はぜひこちらを検索して登録してみてくださいね。直接 LINE でお話しできるのを楽しみにしています。では次の動画でお会いしましょう。またね。